ペネロピは19世紀初頭に活躍したイギリスの競争馬、繁殖品馬。馬名はギリシア神話に登場する人物、ペーネロペーに由来。全妹にボーン判定妹にパラソルポープ、ペリス、他の兄弟も繁殖馬として体制した者が多数いる。競争馬としてはジョッキークラブプレート、キングズプレート2回など出走した大半の競争に勝利した。 クラシック競争への出走はなかったが、同世代の品馬でダービーにも勝ったエレノアにも勝利している。繁殖場としても影響が大きく、ホエールボーン、ウィスカー、フィズギグ、ウォーフルウェブなどの産区がいる。その他の産区も成功し、ペネロピは一号族王分子の祖となった。なお、第三代グラフトン公爵は、馬名を付ける際に、兄弟すべての頭文字を揃えるこだわりがあったのか。 本場の兄弟はすべて P、サンクは13頭すべて W から始まる。息子の第四代グラフトン公爵にもこの傾向があり、一世代下がったフィズギグのサンクは O、ワイヤーワイヤーのサンクは V になっている。ありがとうございます。